はい、ブロッサムカップということでね、予想していきたいと思います。紋別の12レース、2歳、牝馬の重賞 H2 クラスということでね、まあ、ダートの 1700m、まあ、やっていきたいと思います。秘密結社もそうです、8位でございます。今回はね、まあ、なんていうのかな、2歳の牝馬路線としては少し低調なメンツ、頭数も少なめってことで、こんな感じでいきたいと思います。まあ、軸は5番のコスモポポラリタ、まあ、前走にフローラルカップを勝ちました。まあ、1600m ですね。ここから100m の距離延長っていうのはどう出るかなと思うんですが、今回のメンバー構成で言えばこの馬の力が抜けてるのかなという気はします。まあ、ですのでね、こういった形でいきたいと、軸でいきたいなと思っております。そして4番カードデスティーノ、フローラルカップ4着なんですが、距離経験考えるとね、1200m ずっと使ってきた馬たちより距離経験がある馬、その中でね、この馬も結構2番手ぐらいに入ってきちゃうなと。フローラルカップ上位組が他に行くんでね、前走この馬にとって負けてるレースって馬体がまあ430キロ超えてね、やや太めだった時ということで、前走もちょっと馬体増で、少し余裕残しだったのかなっていうのが気になるところなので、今回はまあ逆転まではどうかなと思うんだけれども、紐には入れておきたいなと思っております。そして6番山勝リリー、この距離含めてまあここまでもうすでにね、2勝は挙げています。シルバーステート産駒ということでね、重賞制覇、血統的にも父がかなり期待の新種牡馬 JRA でも結果を出しているというあたり、期待値が高いと思います。そして7番キティア愛媛、ちょっとね、ここまでフローラルカップも6着だったから重賞ではやや差があるんだけれども、距離延長 100m の延長っていうのがね、プラスに働いてくれる方にかけてみて、この馬の実績それなりにはあるということで狙ってみたいと思います。そんなわけで、ね、こういった形で毎回やっていっておりますので、今回はね、ちょっと手数絞りましたが、チャンネル登録の方ね、よろしくお願いいたします。そしてですね、今週もメインの JRA 重賞2つはメインチャンネル笛神 TV の方でアップさせていただくので、合わせてよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。